こんにちは、ワイドライトショーの時間です。さあ、本日もマイクラニュースをお届けいたします。本日のコメンテーターはこちらの方々です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.14.0.1 の大型アップデート内容を紹介します。前回は新モブミツバチとその関連のアイテムとブロックについて紹介しました。今回はミツバチ以外のちょっとした変更点やバグ修正を紹介します。あったんだね。気がつかなかったよ。いやいや、ちゃんとありますから。それでは早速紹介していきましょう。まずは北極グマ、オウム、ヤマネコ、イルカに首紐をつけることができるようになりました。連れていくのが大変でしたが、これで少しは楽になりますね。はい、こちらにいる北極グマ、オウム、ヤマネコ、イルカの4匹に首紐をつけることができるようになりました。今現在ではこのように直接つけることはできません。これは嬉しいですね。しかしパンダはまだできないようです。できても良さそうなんですが、動物愛護団体が許さなかったのでしょうか。イルカもダメな気がしますが、パンダがまだできなかったのは残念ですが、首紐をつけれる動物が増えたのは良かったですね。もしかしたらローリングをするから首に巻きついて危ないとかかな。もしくはそのローリングでプレイヤーが巻き込まれるからかな。それはありえそうですね。まあ仕方ない。さあ、続いてのニュースへ参りましょう。こちらのニュースです。動物モブが落とす経験値オーブの量の調整が入りました。ジャパ版と同じ量になるようです。はい、ベータ版ではほとんどの動物は1から3の経験値オーブを落とすようになりました。ただしイルカだけはなぜか経験値オーブを落としませんって説明には書いてあったんですが、落としますね。これは修正されるんでしょうか。アップデート情報にはイルカは 0XP って書いてあるんですがね、どういうことなんでしょう。謎が深まります。最後のニュースはこちら、マイクラトピックス。こちらのニュースはちょっとした変更点やバグ修正など細かい情報を Google 先生で翻訳した通りに紹介するコーナーです。それでは紹介していきましょう。まずはクラッシュ、パフォーマンスに関する修正です。特定のチャンクで遅れを引き起こすコンブの成長に関する問題を修正しました。続いて全般の修正です。特定のパックのガラスの破壊アニメーションを修正しました。スキンピッカーにマントが正しく表示されるようになりました。ビームを飛ばしての実績の取得を妨げていた問題を修正しました。一部のスキンで白いマントが表示される問題を修正しました。プレイヤーがその世界の特定のコーナーでログアウトした場合、古いスタイルの世界が正しくロードされないレンダリング距離の問題を修正しました。キャラクター作成者で一部のマントがスキンに正しく拡大縮小されない問題を修正しました。キャラクター作成者の一部の選択が応答しなくなる問題を修正しました。エイリアンワールドマーケットプレイスパックにスクリプトエラーメッセージが表示される問題を修正しました。続いてゲームプレイに関する修正です。トロッコの音が正しく読み込まれて再生されるようになりました。浸水したブロックは同じチャンク内の他のレッドストーン回路によってチェックされなくなりました。タッチスクリーンデバイスのクリエイティブインベントリから再び装甲を正しく装備できるようになりました。ロードされた直後にクロスボウが発火する問題を修正しました。表情歩行のエンチャントは再び水を正しく凍結します。クリエイティブでエンティティに乗った後、プレイヤーが空から落ちる可能性があるバグを修正しました。盾によって変更された後、矢またはトライデントが地面から落ちなくなりました。濃厚ブロックはプレイヤーがジャンプすると再び土ブロックに戻ります。クリエイティブの防具盾にチェストプレートを配置してもプレイヤーにチェストプレートが装備されなくなりました。続いてモブに関する修正です。キツネの攻撃範囲をジャパ版に合わせて縮小しました。キツネが持っているアイテムは見えなくなりました。馬は正しいモデルを再び使用するようになりました。モブの飛行経路探索の精度を改善しました。続いてアイテムに関する修正です。コンパスと時計がホットバー内にあるときに再び正しくアニメーション化されるようになりました。続いてユーザーインターフェースに関する修正です。
装備されたカーペットがラマのインベントリに再び正しく表示されるようになりました。最後にアドオンとスクリプトエンジンに関する修正です。カスタムウィザーエンティティを作成するときにボスの体力バーが正しく表示されるようになりました。乗車中にカスタムエンティティが再び体力バーを正しく表示するようになりました。以上、統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.14.0.1 のアップデート内容でした。コメンテーターの皆様ありがとうございます。ありがとうございます。今現在ベータ版で発見しているバグとして、装備したチェストプレートがプレイヤーのキャラクターには見えていない問題がありますが、次のアップデートで修正されるようです。なお、 Java 版マインクラフトスナップショット 19W41A のアップデートも統合版のベータ版と同時期に来ましたので、スナップショットについても後日紹介します。こちらのアップデート内容はスイッチ版、旧 PE のスマホ版、旧 Win10 版の PC、Xbox One 版にもバージョン 1.14 として今後リリースしますので楽しみですね。ではまた次回お会いいたしましょう。